はい、皆さんこんにちは、石岡元気です。今日はですね、ある番組の予備実験をやっています。予備実験というのは本番までに、ある目標があって、そのためにですね、いろいろ実験するんですけど、今回の目標はですね、巨大な泡の富士山を作るです。そういう目標です。ちょっとできるかどうかやってみたいと思います。入れたものは過酸化水素水っていうのに洗剤を混ぜてあります。食紅で色をつけました。はい、ではこの硫化カリウムを入れたら富士山のようになるのでしょうか。ではいきます。富士山、富士山かな。じゃあもう少し実験やってみたいと思います。では次はですね、中に海苔を入れて粘性を高めたのでやってみたいと思います。全然大丈夫なんですね。はい、みんな同時です。うん、はい、はい、じゃあいきますね。3、2、1。おー、富士山じゃないよ。富士山が割れていきます。富士山が割れている。違うものができたね。なんか血の気が引いた感じがするのは、はい、かっこいい。3、2、1。熱い。あ、違いにお、これはまさか。エビちゃん、はい、ついに富士山作りますか。富士山を作る実験っていうのをやってるんですけど、うん、過酸化水素と硫化カリウムを混ぜて、うん、たくさん泡を発生させて、うん、富士山みたいになるんじゃないかと。おう、そういった実験です。そのくだり前撮った。過酸化水素の量なんと12リットル。おお。洗剤量 2.4リットル。お、硫化カリウムこれですね、1.8キロ。8日カリウム 1.8 キロ、半端ないな。半端ない量ですよ。いつまで100グラムとかでやってますからね。はい。エビちゃんがもしその泡に埋もれたらどうすんの？埋もれたら、じゃあ外逃げれるようにね、今ね、シャッター開けてます。あ、逃げれるように少しだけ。じゃあやってみますか。はい、やりましょう。逃げましょう。あ、はい、実際にこっちに逃げる。あの、外に。大丈夫かな、俺。はい。そんな方がね、固まる。すげえな。はい。よろしいでしょうか。やってみますか。計画書皆様よろしいでしょうか。はい、はい、それじゃあいきますよ。3、2、1、投入。おおおお。
げえな。大量です。大量。やべえ。やばいことになるので、じゃあエビゾを入れたのを見て、そうですね、ほぼ同時くらいですね、多分。エビちゃんが倒し、さん良ければ、はい、どうぞ。はい、じゃあ7つ、用意しました。それではいきますよ。3、2、1、はい。目に染みる。